前回のカズクラ、月に1回の月例大会、ただ最後ということで負けたものは髪なんか染めましょうというわけで始まった。みんな必死で必死で抗って、結果的になったのはあのおじさんでしたね。さて今日でカズクラ2020お別れ、最後の最後、すごいワールドだったってことみんなに見せてあげるよ。本当にありがとう。はい、どうもこんばんは。もう最後だからやらない。はい、というわけでどうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、カズクラ2020、長らく皆さん見ていただきありがとうございます。ほんと今年はいろいろありました。ほんとコロナ禍のねなんかとかいろいろあったけども、何よりも変化があったのはなんかにぎやかになったこのワールド。でいつも一人ぼっちでやってたけども、まあそれはそれで楽しいんよ、楽しいんだけども、他にもねなんかいるっていうだけでなんかチームワークっていうかな、なんていうのかな、なんか仲間ができた感じがしてすごく楽しかった1年だった。だって一人でやってるとこんなドッキリとかないもん、なんか置いてあるとかないもん。すごくいい1年でございました。そして今日ですね、最終回です。カズクラ2020最終回。ただこのワールドもうすごい自慢、後ろのクリスマスのやつとか無視して、これあれよ、ため撮り、ため撮り、来年のカズクラの準備しないといけないからさ、どっかここら辺で来年のカズクラの準備し始めたなと思ってください。はい、というわけで本日早速行ってみましょう。さあ、というわけで今回はこのような形となっております。はい、このワールドを改めて冒険してみよう。ただ普段見てるかと思うので、今回ですねカズクラ初の影モッドですね、この綺麗なワールドを皆さんにお見せしようということで、影モッドを導入してみようかなと思います。まあ1年に1回ぐらいこう見せてもいいよね、綺麗なワールド。というわけで入れています。いくよ。うわ、来た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 、わー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 、酔うっていう人もいるらしいけどね、最後まで我慢してください。1回だけです、1回だけ。綺麗になると綺麗すぎて酔うって方、うわすごっ、めちゃめちゃ綺麗じゃないこれ。待って待って、これがカズクラワールドなの、すげえじゃん。カズクラワールドがリアルになった、まあ、というわけで行きましょう。くーら、この部屋くーら、いやいや綺麗だな、すごい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 、影がリアル、影がこんなことになってんの。ちょっとね今日ファミチキ食べて元気出しながらね行ってみようかと思います。ファミチキください。くら、潰れてるのこのコンビニ、暗いよ、ちょっと暗くないですかこれ。うわ、影元ってこんなに暗く見えるんだこれ。もう便所とか大丈夫この暗さ。ちょっと明かり灯しといてあげよう、ちょっと明るくしといてあげるね。な、ちょっとファミチキください。もうちょっと痛くわ。さあ、というわけで今こちらの方にございますのがカズクラマンション。うわ、めちゃめちゃ綺麗になってるやんカズクラマンション。ちょっと最後なんで挨拶行きますか、挨拶に。おーい、みんな元気やってたか、みんなやってた、よかったよかった。うおー、密密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 、断密じゃないんだからもう。わ、でもみんな元気やってたみたいだな、よかった。ちょ、ファミチキ行くぐらいね、どっか、はい、あげるわ。うわ、頭ピカピカな、お前これで見るとめちゃめちゃ頭輝いて見えるやん、お前ら地肌露出してんだね、よく見ると。あ、どんまいどんまい、頑張れ、諦めんな、いつか技術が革新されて増える時代がやってくる。そっか、ちなみにこの鶏肉もリアルになってんのこれ。ある程度なんか影の感じとかすごいリアルになってるな。なんかちょっと他にもいろいろお世話になったところ、この畑もね、まあ、ぶっちゃけお世話にはなったんだけど、おいっす、皆さんどうもお世話になりました、ありがとうございます。無尽蔵に野菜を作ってくださり、結局作るだけ作って食べることなかったんですけど、あんまりどうでしたかね、どんぐらいになりましたか。わっわ、すごいすごいすごい、それなりに溜まってるじゃん。待って待って、じゃがいもに至ってはさ
パンパンいっとて、一個手前までいっちゃってるよこれ。待てよ、もったいないから、よいしょ、預けておこうか。うん、預けておこう、これ、うん、肥料にしておこう、これ肥料にね。まあただ、あの現実世界でこれはやりたくないね。今結構野菜が安くなっちゃったりとか、いろいろ大変らしいけどね。野菜食べるよ、野菜もっといっぱい食べて、少し少ないよ野菜が、みたいな、少し高くなればいいかなとね、願っております。うわすごい夕日が。そして昨日の試合結果、並んだんだけどね、もう狙ったような結末だったね。これ試合運びのこの点数の割合がさ、めちゃめちゃ良かった昨日めちゃめちゃ楽しかった、これ盛り上がったわ。いや視聴者さんは分からんけど、めちゃめちゃ盛り上がった。わ、綺麗だなこれ。これ夜どんなになるんだろう、ちょっと待っていい、これ夜どんなになるんか。え、なんか上に誰か立ってない、あれ気のせい、待って、いる誰誰、あなた誰、うーわ暗、なんだこの暗さ、カズキュラ城がひどいことになってるわ。あ、でもこう見るとね、なんかすごい、いや綺麗だな、あのトリオのさ、あっこすげえ綺麗に見るわ、トリオのステージ。普通の状態で見るとあんま綺麗かなって思ってはなかったんだけど、わ綺麗だな。なんだあれ、この中になんだ、あ、なんかこういう赤いのが垂れるように見えてんだこれ。うわ待て待て、水めっちゃ綺麗、なんか昼日中見ようも真っ暗でわからんわ。すや、カズクラ、あーあーよく寝た、朝日が眩しい、ピックーで、うわなんか帰宅部のあのなんか光の当たり方がいいな。さあんならちょっとこっちの方見ていきますか。うーわ綺麗、水が水が水だこれ。いやすげえ当たり前のこと言って、水が水だわこれ。え、なにこんな綺麗なことある、この照り返しとかさ、こんな綺麗なことあります。ちょっとね、今まですごい、じゃあなんでこちらの神社の方にもね挨拶、わカズクラ像がすげえ輝いて見えるこっちの方がすごいありがたい感じになってるわ。いやー今年も本当に2020ありがとうございます、カズクラさんありがとうございます。本当神様ですね、神様ありがとうございます。ちょっとこちらの方に、お賽銭ですね、神チキでも、はい、まあ、ありがとうございます。ちなみになんか、うわレザースターとか入った、うわブレイズロットも入ってたじゃないか、地図、畳、ありがとうございます、ありがとうございます。うわこれ結構綺麗だなこれ、毎度ありって、すげえ美しく見えるわ。やっぱこの和風建築がすごい今回良かったよね。なんか次のワールドも、待って、ああ最後にこんなことが起きるなんて、この悪しき装置の犠牲者が出てしまった。そこでダメージ受けるよ、結構痛いよ、しかもお供え物とファミチキ、まったくもうくそー怖いわあのシステム。いやーカズクラ旅館もね、なかなかお風呂ないけどさ、なかなか良かったよな、うん、真っ暗、すごい真っ暗、良かったよな。でこっち、じゃあここの羊毛はどんぐらい取れてるんだろうこれ。あ、これあっちの方に移されてるんだったね。ちょっと動いてる、装置的に動いてんね。うわ結構溜まってたんだここに。な最後ね、カズキラ城もちょっと見ていきますか。いやこれも今回建築の中でもう相当頑張ったんじゃねえのかなって。いや今回建築、いやすげえじゃん、怖えじゃんこれ。行くよ、こんな感じで行くよ。あーどうもカズキラ城です、あーどうも、怖い、まがまがしい、畳です、メンさんありがとう。ほんと今回メンさんにいろいろ助けられてる。うわ中身もいい感じじゃんこれ、怖い、いい感じ、わいいね、影もっといいな。こっちらの方はいいね。ほんでやっぱね、この怖さの演出が欲しいからさ、やっぱゾンビだよね、うんお前たち大丈夫だ、お前たちがそのまんまだったら永遠に生きられるから、お前たちは。いやーでも今回久々に数残しがねゼロで綺麗にいったんじゃないのかなと思います。ここ秘密の通路な、だからここの通路ももうちょっとうまいこと使ってあげたかったなーってのは正直あるんだけど、うん、まあこうやって入ってこっちの方に入ってくると、ちょっとネザーの世界もね、ちょっとどんなになってんだろうこれ、ネザーの世界は。おいっす、
うわ、なんか重い。とにかくなんか重いし、ネザーっぽさがない、もう。エメラルドすぎて。これやばくない？これ上、見えてるかわかんないけど、これエメラルドだからね、これ。うわ、でも綺麗。めちゃめちゃ綺麗じゃん。マグマがちょっと眩しいなーと思うけどさ。輝いてる。カズクラ像の輝きがね、やばい。こっちはこっちは？うわ、綺麗だなー。まあ、ネザーこんなになってんだ。いや、ただ綺麗じゃん。いや、ネザーの世界も悪くないね、これ。ちょっと待って、エンドは？エンドの畑見に行こう。はい、失礼します。カズクラ！はい？怖い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 、何も見えない何も見えない、エンド。いやいや、見えるけど。わかんないわかんない。何が何かわかんない、これ。飛んでんの？あ、飛んではいる。帰る帰る帰る。めっちゃ畑、めっちゃ畑。あ、今まで結構エンダードラゴン倒してんだな、なんだかんだで。これがこれの対角線上に行ったらすごいエンダーマントラップ作れるということだったんだけど、うん、ダメだったみたいだね、今回は。そっか、スイッ、ただいまです。まあでもカズさんが建てた建築物といえばこんなもんでございますな。少ないんか多いんかよくわかりませんな。あ、ただスタバでちょっとお茶だけ、お茶だけしてこう、お茶だけ。ちなみにこれ歩いた後は足跡は使わないと思う。はいはい、いいですいいです。うわー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 、お茶ください。お茶何にもないです。店員さんも誰でもいません。待って、ケーキだけ食べさせていただいてね。いやー、ちょっと今年店内で食べたことあったかな、ここのスタバ。ドライブスルーは結構行ったんだけどね。いや、来年こそはね、コロナ禍ね、これが終わって気軽にパパッとお外行ける時代がね、また来るといいかなと思っております。いや、今年ちょっと寂しかったな。まあでも家での過ごし方はね、めちゃめちゃプロになったような気するけどな。で、ちょっと鳥尾さんとこもお邪魔させていただきますか。うわ、ここにも置いてある。いやー、ここもすげえなー。やっぱね、何があって入り組んでてよくわからなかった、本当に。すごい建築ではあったんだけどね、わかりづらかったね。いやー、わかりづらかったなー、ここ。いやー、ありがとうね。また来年もよろしくお願いします。ほんで、地下の方はね、もう無限城っていうやばいのができてるみたいなので、もうあえて、もうあれすげえやべえものなんで、それはね、メンさんのページでぜひ、チャンネルでぜひご覧ください。すごいの作ってるから。うわ、なにこの綺麗なの。あ、これ氷かな。氷とこの食べさしのケーキというか、それがずっと置いてある感じで。うわ、ないないない、これダメダメ、なんかダメダメ、あの長いもんからフィね、なんかおしっこが出てるみたいな。ダメ、ここの角度一番ダメ、ここの角度ダメダメダメ、危ない危ない危ない、危険すぎる。ちょっとモザイクかけておいてください。モザイク危険です、この角度危険です。はぁ、まったくもう危ないんだから、ここ誰よ、ここの人、危険だな。いっぱい垂れてるんだって水が。というか、ここはね、ドズボン堂でいうことで、なんだかんだね、ここが一番なんだろう、店感とかしっかりしてて、もしかすると一番使いやすいとこになってしまったんじゃないのかなと。まあ、こうやって縦に長いのいいね、縦にお店が並んでるっていうのはさ、これいいよな。ちょっと次はね、ちょっとこの要素をパクらせていただこうかと思います。やべやべ、いろいろ見てるともういくらあっても時間が足りない。次マグさんどこ行くか。マグさん、マグホテル行こう。マグホテル、ちょっとここ水が多すぎるんだって。太陽跳ね返って眩しいだろって。ここ失礼します。影モッドで来ると、わ、ここ素敵だわ。いや、素敵だわ、夜でも。すげえ、カズクラ。ああ、よく寝た。いやー、綺麗だな、ここ。やっぱ今回、その真面目クラフターがね、2人いたのがすげえ大きいなと思った。マオギーさんと大原麺、2人大きかったよな。いや、こういうのね、作れないよ、こんだけしっかりしたやつ。すごいよね、マオギーさんのこれさ。うわうわうわ、ほんでこれ、これよ、マオギーさんの本拠地。これ危ないんだよな、敵がね。絶対ダメ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 、待て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 、お前早まんな早まんな、マジでマジで、危ない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 、怖くて最近近づけてないんだから。うわ、なんかこんな素敵なのも置いてあったんだよ、プレゼント。これ何だったんだろう、これ熱帯魚です。いや、綺麗でございますな。ほんで、ラストジャジャキクザンですね。
音楽の巨匠かと思いきや、あの猫がねうまいっていう。あちら見るとね、まあ、私猫作ったんですけど、こっちにね、あ、またテイストの違う猫さんがこっちの方にもいらっしゃいまして、また綺麗に作る。ただし、内装技術ね、内装技術はまだね、うん、まだまだだなと、ジャジャさんまだまだだなと思う点はあるんだけど、これキャラクターもんとか、サスタロンピカイチなもうすごいメンバーでございました。また今年はね、黒曜石事件なんかもあって、すごく賑やかになったんじゃないのかなと思います。黒曜石事件面白かったな。ほなちょっと一曲いきましょう。いくよ。ドゥン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 。いやすごいよこれ、よう作ったよな。またね、音楽毎回の楽しみだからさ、やっぱ地下は掘りたいよな、なんか音楽のためにね。いやー、なんだかんだ過去最高のワールドになったんじゃねえのかなと、はい、思っております。カズッキーさんもね、すごい、うん、喜んでおられておりまして、次も頑張るぞと、目が充血しておりますおい、絶対誰かあれやっただろう。はい、というわけでこんな感じでカズクラワールド綺麗に回らせていただきました。特に今年後半になってからものすごい発達をね、これ遂げておりまして、来年これもっとすごい勢いで伸びていくんじゃないのかなと、私は思っております。例えばこの枠組み、これ見える、この格子状のこの枠組み出しながらやるとね、もっと綺麗に祭り作りとかできると思うからさ、ほら頑張るよ。ちなみに明日31日はもうカズクラ年に一度のお休みということでいただきますけども、また1月1日より再開いたしますので、新ワールドでねお会いいたしましょう。そして今までご視聴ありがとうございました。2020なんと今日で終わりは終わりなんだけどさ、最後のカズクラワールド、このメンバーみんなで最後のカズクラワールド、後で遊んでいきたいと思います。なんかね、いろんな小道具とか置いてあるし、なんか遊べるんじゃないのかなと。もう多分あれ起動せんと思うよ、うん、みんな起動せずにそこまで残しておくと思うからさ、最後の最後で楽しくみんなでお会いたいなと思います。19時20時30時か知らんけど、概要欄の方にね、時間帯とかリンクとか貼り付けておきますので、もしよかったらまたご視聴ください。そして皆さん本当にご視聴ありがとうございました。ではまた会う日まで、この後すぐだけどブー。